では今日最初のニュースです。うるま市で去年、20歳の女性を乱暴しようと暴行して殺害した罪などに問われているアメリカ軍の元軍属の裁判は、今日2日目の審理が行われました。女性の父親が意見を述べ、被告を許すことはできません、極刑を望みますと訴えました。一方、被告の元軍属は昨日の初公判に続き黙秘権を行使しますと述べ、質問には答えませんでした。アメリカ海兵隊の元隊員で嘉手納基地で働いていた元軍属のケネフ・シンザト被告は、去年4月、うるま市の路上で当時20歳の会社員の女性を乱暴しようと頭を棒で殴るなどの暴行をし殺害したとして殺人などの罪に問われています。事件から1年半余り経つ中、那覇地方裁判所で昨日から裁判員裁判が始まり、裁判では被告に殺意があったかなどが争点となっています。今日の審理では、新里被告が弁護士と検察から事件について質問されましたが、黙秘権を行使しますと述べ答えませんでした。今日の初公判でも殺すつもりはなかったと、昨日の初公判でも殺すつもりはなかったと殺人の罪について否認した後、質問には黙秘しますとして答えておらず、詳しく説明することを拒否しています。また今日は被害者参加制度を使って審理に参加している女性の父親が意見を述べ、被告を許すことはできません、一人娘を失った悲しみ、苦しみ、そして憎しみ、怒りがあります、極刑を望みますと訴えました。また女性の母親の意見も弁護士が代読しました。そこには癒えぬ悲しみと怒りが綴られていました。私の一番大事な愛しい一人娘を失って1年余りが過ぎました。いまだに心の整理がつかず、写真や笑顔を思い出すたび涙があふれ、やるせない気持ちです。娘の笑顔がすべてでした。母の喜びでした。楽しい人生が送れるようにと願ってました。その願いも叶いません。人間の心を持たない殺人者の手で、想像しがたい恐怖に怯え、痛み、苦しみの中でこの世を去りました。悔やみます。悔しいです。悲しすぎます。無念で胸が張り裂ける思いです。また今日は遺体を解剖した医師が証言しました。被告が行った棒で殴ったり首を絞めたりする暴行について、場合によって死に至ると説明したものの、暴行の状況は解剖から裏付けられなかったと明らかにしました。命をもって償ってください。女性の父親は時折声を震わせながらもはっきりとした口調で訴えました。法廷では父親がこれまでに検察に話した内容も紹介され、娘は明るい性格でニコニコしていました。被告が黙秘を続けて事件の説明をしなければ娘の魂は成仏できませんという悲痛な思いが伝えられました。女性の母親は自分の意見が読み上げられている間、声を上げて泣いていました。昨日に続いて今日も黙秘を続けた新里被告は、遺族の思いが語られた時、表情を変えることはありませんでした。裁判は1週間後の来週24日に、検察と弁護側の双方が量刑などについて意見を述べ、判決は来月1日に言い渡される予定です。昨日、伊江村の上空でパラシュートで降下する訓練を行っていたアメリカ空軍の兵士2人が基地を外れて畑と草地に着地し、村はアメリカ軍や沖縄防衛局に対し安全管理を徹底するよう求めました。伊江村によりますと、昨日午後6時半ごろ、
軍用機からパラシュートで降下する訓練を行っていたアメリカ空軍の兵士6人のうち、2人が基地を外れて、サトウキビ畑と草地にそれぞれ着地しました。着地したところは、基地施設のフェンスの外にあるアメリカ軍に提供されている土地だったということですが、300メートルほど離れたところには民家があるということです。これを受けて、イエソンは今日、副村長らがアメリカ軍や沖縄防衛局の担当者とともに調査を行い、農作物などへの目立った被害は確認されなかったということです。アメリカ軍は副村長らに原因は調査中とした上で、生活道路としても使われている基地の外の滑走路を兵士が着地点として間違えた可能性があると説明したということで、村はアメリカ軍や沖縄防衛局に対し安全管理を徹底するよう求めました。まあ、一歩間違えばマジャ集落も近くにありますから、そういうことで、大きな事故につながりかねないということで、大変遺憾であります。このような事故が二度とないようにですね、また、抗議要請をしてまいりたいというふうに考えております。尾長知事は東京で江崎沖縄北方担当大臣と面会し、来年度平成30年度の沖縄振興予算について概算要求の3190億円を満額確保するよう要請したのに対し、江崎大臣は期待に応えられるよう努力したいと応じました。来年度平成30年度の予算案の編成作業が本格化する中、尾長知事はきょう内閣府で江崎沖縄北方担当大臣と面会し、沖縄振興予算に関する要請書を手渡しました。この中では、沖縄の優位性と潜在力を生かし、日本経済の牽引役となるよう施策を展開していきたいとして、概算要求の3190億円の満額確保と、使い道を自治体が自主的に決められる一括交付金を要求額から上積みするよう求めました。大抵当局といろいろ話を詰めながら、ご期待に応えられるよう努力をしてまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。大臣もいつもそうですけれども、大変沖縄に対する温かい言葉をですねかけていただいて、まあそういう意味ではいい形での往復の議論がですねできたかなと思ってます。ホットアイフォーカスです。那覇空港とアジア有数のハブ空港であるシンガポールのチャンギ空港を結ぶ直行便が就航し、今日午前シンガポールから最初の便が到着しました。午前8時、那覇空港にシンガポールからの最初の便が到着しました。格安航空会社ジェットスターアジア航空が開設した那覇とシンガポールのチャンギ空港をおよそ5時間で結ぶ直行便です。到着ロビーに降り立った乗客たちは、出迎えのミス沖縄などから記念品や観光ガイドが入った袋を手渡され歓迎を受けました。Okinawa is a place that he has not been to. Today we are going to your what, Shuri Castle? Is it Shuri Castle? For holiday. Come here holiday, relax. I go to the aquarium, go to the beach and shopping, American Village. Convenient for you, the direct flight. Oh yes, yeah, yes, very convenient. Just 5 hours can reach here. このあと県の幹部やジェットスターアジア航空のバラタン・パスパティ CEO などが出席して記念式典が行われ就航を祝いました。直行便は週に3往復し、運賃は片道1万200円から4万3200円の間で、予約状況によって変動するということです。We'll give Jetstar customers in Singapore
a great Japanese holiday destination in Okinawa. And at the same time, for Okinawa customers here, you'll be able to enjoy direct services to Singapore and the beautiful tourist attractions in our island nation, Singapore. 新加坡ル便の就航で那覇空港は中国や台湾などアジアの14の都市と結ばれることになりました。アジアの成長を取り込む県の経済戦略にとっても今回の就航は大きな弾みになります。県はおととしシンガポールに事務所を開設し、尾長知事自らが現地の航空会社に協力を求めるなど定期便の就航に力を入れてきました。シンガポールに活動の拠点を構えることができたことは、東南アジアのダイナミズムを取り込むための第一歩を踏み出したと言えます。シンガポールは国民一人当たりの GDP が日本を上回っていて、富裕層の多さも魅力で、観光客が増えることで県内での消費も期待されます。またシンガポールのチャンギ空港はアジア有数のハブ空港として世界のおよそ380の都市と結ばれています。東南アジア各国やオーストラリアからの乗り継ぎ客、それにヨーロッパなどからの観光客の誘致も見込まれます。さらにアジア有数の金融や貿易物流の拠点といえるシンガポールと直行便で結ばれることで、アジアの成長を取り込む県の経済戦略にとって大きな弾みになります。観光で来た方が沖縄のものに触れて、でそれを例えばシンガポールで食べたいですとか、でまたシンガポールで流行ったものっていうのが周辺の国での波及っていうのもありますので、情報ですとか、ものっていうのがシンガポールで、ショーウィンドウの効果をまた果たしていると。さらにそこを拠点にして周辺諸国でオーストラリアでヨーロッパまで、さらに観光誘客ですとか沖縄県産品の販路拡大などが進めていけたらなと思ってます。直行便が結ばれたってことなんですけれども、飛行機で乗り継ぎがあると、はい、なかなか途中空港で何時間も、待たされるケースもあるので、シンガポールに住む人にとってはこう沖縄を観光しようっていうモチベーションが高まるのかなというふうに思いました。でこの那覇と東南アジアの都市とを結ぶ定期航空路線の開設は今年2月のタイのバンコクに続くものです。路線開設後タイからの観光客は9月までの7ヶ月間で1万7000人に上り、前の年の同じ時期の4倍以上となりました。県は直行便の就航でシンガポール人観光客の増加も大いに期待できるとしています。ここまでホットアイフォーカスでお伝えしました。さてこうした海外からの就航便増えると沖縄の特産品の需要もさらに増えるかもしれません。沖縄の離島で作られた特産品を一堂に集めて展示販売する離島フェアが今日から那覇市で始まり、大勢の人で賑わっています。この催しは離島の魅力を多くの人に知ってもらい島おこしにつなげようと毎年那覇市の大野山公園で開かれていて、およそ1100点が展示販売されています。このうち多良間島産の黒糖を販売しているブースでは、黒糖の塊を職人がハンマーで砕く実演販売をしていて、たくさんの人が興味深そうに見ていました。また北大東島の JA が出しているブースではジャガイモを原料にした焼酎が販売され、訪れた人が試飲をして味や香りを確かめ買い求めていました。このほか久高島産のイラブーを練り込んだそばや久米島で作られた化粧品なども販売され、大勢の人が個性あふれる離島の品々を楽しんでいました。かまぼことか、カシカシ類ですね、お家から頼まれて楽しいですよ。見るだけでもいろんな特産品がありますので、島々の離島フェアはあさってまで開かれています。
象祭時期のコーナーです。こんばんは。こんばんは。はじめに竜巻の情報です。沖縄気象台、今日午後5時39分竜巻などの突風が発生する恐れがあるとして、沖縄本島中南部と慶良間粟国諸島に竜巻注意情報を出しました。気象台は急な天気の変化や雷、雹などがあった場合、頑丈な建物の中に入るなど安全を確保するよう呼びかけています。さあ、こんな風に今日の県内は大気の状態が不安定で、曇りや雨が多かったんですが、はい、南寄りの風が吹いて気温は、ね、平年よりやや高くなりました。昨日と比べると、まあ、過ごしやすいというか、まあ、暖かいな、ちょっと蒸し暑いなという感じもしましたね。そうですね、うん、今日先島諸島も午前中から25度上回っていて、うん、まあ、確かに暖かい日だったんですよね。そうなんですよね、まあ、こんな風に風の向きによって気温は上がったり下がったりするんですが、はい、この週末風向きが大きく変わり、前線と寒気の影響で天気や気温の変化大きくなりそうです。明日午前9時の予想天気図です。寒冷前線が沖縄付近を通過するとみられます。明日日中、この前線に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込む見込みなんですね。ただ前線がこれ通過していきますので、そうすると ここら辺等圧線混んでますよね。そうですね、はい、北寄りの風が強まって最大瞬間風速17メートル前後の強い風が吹くと予想されているんです。そうなんですね、はい、まあ、天気は荒れますが日中の気温あまり下がらないと見られます。あさって午前9時には前線を伴った低気圧東に進みますね。で、西高東低の冬型の気圧配置になって、今度は本当に北風が強まると見られます。上空の寒気も強まるので気温が急に下がる恐れがあります。上空1500メートルの気温見てみましょう。はい、沖縄付近どうでしょうか。8度前後ですよね、はい、これは12月並みの寒気が流れ込んでいるんです。ご覧のように気温を示す等温線の間隔狭くなっていまして、北からどんどん寒気が流れ込んできます。はい、寒気の影響で曇り空のところが多くなるでしょう。あさっては冬のようなその天気、寒さがやってくるっていうわけですね。そういうことになりますね、はい、では明日あさっての詳しい天気見てみましょう。土曜日は各地とも雨マークがついています。荒れた天気、ね、はい、荒れた天気となるところが多いでしょう、はい、で日曜日は各地で曇り、まあ、明日あさって風が強いため海上はしけるでしょう。いや、予想最高気温が26、例えば本島地方26から21って5度ぐらい違いますよね。そうですね、結構寒さは感じやすいのかなっていうふうに。そうですね、うん、最高気温もそうですけど、最低気温あさってのどこの地域も20度を下回っていますよね、うん、そうですね、寒くなりそうですね。寒くなりそうです、はい、まあ、土曜日から日曜日にかけて風が強まり、気温は急に下がると見られます。体調崩さないよう部屋の温度や服装など暖かくして、また風邪ひかないようにうがい手洗いなどで予防してください、はい、では各地の天気、現在の気温からお伝えします。午後6時20分現在の気温、この時間暖かいですね。那覇も24度あります、はい、南大東島や先島諸島も25度以上となっています。警報は出ていません。注意報、本島地方に雷注意報、宮古島地方に雷と波浪注意報です。海上警報です。東シナ海南部に海上強風警報と濃霧警報、沖縄東方海上と南方海上に海上風警報が出ています。明日の天気です。本島中南部北部久米島曇り、昼過ぎから雨でしょう。大東島地方曇り、明け方まで雨でしょう。先島諸島です。宮古島地方曇り、昼過ぎから雨、八重山地方は雨、明け方まで曇りで、ところにより朝から昼過ぎは雷を伴うでしょう。明日の気温です。予想最低気温は本島地方南大東島23度、そして予想最高気温は本島地方26度、那覇と久米島今日より2度ほど高くなるでしょう。南大東島は27度でしょう。予想最低、先島諸島予想最低気温24度から25度、予想最高気温は宮古島と与那国島今日より2度ほど低い26度、石垣島は27度でしょう。
週間予報です。向こう1週間前線や寒気の影響で曇りの日が多いでしょう。明日は各地で荒れた天気となる見込みです。気象情報でした。ニュースを続けます。沖縄戦で焼失した那覇市の首里城の復元から25周年になることを記念して、昨夜城内で沖縄ゆかりのアーティストたちが沖縄の民謡などを歌うライブが開かれました。昨夜開かれた首里現代音宴は、首里城が復元されてから今年で25周年を迎えることや、NHK 沖縄放送局の前身となる OHK 沖縄放送協会の設立から50年になるのを記念して、NHK 沖縄放送局などが開きました。首里城内には特設ステージが設けられ、女性ボーカルグループのネーネーズや中曽根はじめさんなどが沖縄の伝統民謡を披露しました。さらに元ザ・ブームの宮沢和文さんが登場して島唄を歌い上げると、観客たちは見せられたように聞き、4人の人誰だっけ、ネーネーズ、ネーネーズが歌った大学国語だったんですね、琉大のキャンパスで。その後にできたんですけども、本当にこういう歴史ある場所で、またあの戦争の時もね、地下はあの司令部を待って、そういう中での演奏ということで、本当に25周年にふさわしい、取り組みじゃなかったんじゃないかと思います。このライブの模様は来月25日の午後10時から総合テレビで放送します。また国際放送や BS プレミアムでも放送する予定です。国の伝統的工芸品に指定されている首里織の作品を集めた展示会が那覇市で開かれています。この展示会は生産者で作る団体が琉球王国時代から伝わる首里織を知ってもらおうと毎年開いているもので、会場の那覇市文化展物館には50人の職人が作った1400点余りが展示されています。このうち首里かすりの作品には、縦と横の格子状の縞模様の内側にかすり模様を入れる木縞と呼ばれる伝統的な技法が使われています。また琉球王国時代、士族以上の衣装として用いられた首里花織の作品は、両面浮き花織という技法が使われていて、表面は横糸で、裏面は縦糸で美しい模様を立体的に浮かび上がらせています。このほか、新作の顆粒子ウェアやネクタイ、ポーチなども展示されているほか、会場では機織の実演も行われています。いろんな技法を、多種多様な技法を駆使して、帯とか木尺を作っておりますので、ぜひ皆さんに来ていただきたいなと思っています。展示会はあさってまで那覇市文化展物館で開かれています。年齢を重ねたり妊娠中などに起こることがある尿漏れについて、原因や予防法を学ぶ講座が昨夜那覇市で開かれました。本当に相談しにくい、こうおしっこ、ね、漏れた恥ずかしいというふうな感じで、相談しにくい尿漏れ。この講座は市民や医療従事者などで作る沖縄高齢者ケア研究会が開き、昨夜は研究会のメンバーおよそ30人が参加しました。琉球大学医学部保健学科の大安智子准教授が講演し、尿漏れは骨盤近くの筋肉、骨盤底筋の収縮する力が弱まり、尿道などが十分に締まらなくなることで起こると説明しました。ペットボトルを挟んでください、皆さんたちにね、ペットボトル。その上で大安さんは、骨盤底筋を鍛える運動として、ペットボトルを太ももの間に挟んで座ったり歩いたりする簡単な体操を紹介しました。参加者たちはユニークな動きが笑いを誘う大安さんの実演を手本にして楽しみながら挑戦していました。歩いてましたね。進んでます。あ、上手上手上手。こういう体操でね、治るんだったら、もっともっとね、高齢者の皆さんに広めたいなと思いましたよ。
なぜ膀胱がって言った時に言いにくいって、おしっこ尿漏れって言った時に言いにくいっていう雰囲気じゃなくて、尿漏れだったらどうしたらいいとか、骨盤底筋体操ねっていうふうに地道に健康 の、 感覚ができたらいいかなと思ってます。ちなかじ保育園から NHK に遊びに来ました。せーの、沖縄ホットアイ、バイバイ。スポーツです。沖縄では8年ぶりの開催となる全九州高校駅伝大会が明日今帰仁村で開かれます。今日取り上げるのはこの大会に出場する名護高校女子駅伝部についてです。今月の県大会で優勝し、来月の全国大会に県代表として出場することが決まっています。全国大会への前哨戦でもある九州大会を前に、駅伝にかける高校生ランナーたちの奮闘を見ました。よーい、はい。名護高校女子駅伝部です。部員はわずか8人ですが、今月の県大会で7年ぶり8回目の優勝を飾り、全国大会への切符を手にしました。九州名95、はい、主力メンバーは1、2年生。2位におよそ1分の差をつけての圧勝でした。大舞台への出場を目指し、毎月400キロの走り込みを重ねてきました。めきめきと実力をつけてきた女子駅伝部。しかし、去年4月までのおよそ半年間、活動休止に追い込まれていました。3年生が引退し、部員が一人もいなくなってしまったためです。そこに入学してきたのが、中学駅伝で県大会2連覇を果たした名護中学出身の選手たちでした。全国高校駅伝の晴れ舞台、京都の都大路を目指そうと、同じ高校への進学を決めました。中学校の頃に県大会で優勝して、高校入ってもこのメンバーでまた全国の舞台で戦いたいっていう思いがあったので、高校に入っても駅伝することを決めて、みんなで頑張っています。1日前の調整の練習があって、その前のね、心肺機能にちょっと刺激を与える。去年4月から指導に当たっている荻堂仁監督です。選手たちの才能を伸ばす上で重視しているのが、自主性を身につけることです。1、2年生が今主体となっているチームですので、やっぱり自分たちで考えて動く、自分たちからどんどん進んで、発言なり行動なりを起こしていくということは普段から指導しております。気付け礼お願いします。反省がある人は手を挙げてください。練習の質を少しでも高めようと、選手同士でチームの課題や意見を出し合います。今日の練習お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日の練習の課題として、先生にも言われたように、練習一つ一つの間が間延びしてしまっていたと思います。これからはそういうことがないように、一つ一つの行動を意識して質の高い練習にしていきましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。失礼します。九州や全国での戦いを見据えて始めたことがあります。駅伝日誌です。練習メニューやその日の反省点、食事の献立までを細かく記入します。
目標が明確になり、体調管理にも役立っています。大舞台での鍵を握るエースの比嘉美宇さんです。県大会では各チームのエースが集まる1区を任され区間2位を記録しました。しかし比嘉さんは自分の走りに満足できていません。3000メートル走でチーム1のタイムを持っていますが、記録したのは中学3年生の時。高校に入学してから更新できていません。体の軸を鍛えて、ブレをなくす練習です。理想の走りに近づきたい。帰宅後も兄弟の手を借りて自主練習を毎日続けています。人一倍努力を重ねることで九州や全国の大会でエースの役割を果たしたいと考えています。もっと、エースとしてふさわしい選手になれるように記録も、生活や行動ももっとよりレベルの高いものにしていきたいです。まだまだ全国を見ると上のチームばかりなのですが、まずはできる範囲から一つ一つ達成して次につなげていきたいです。1、2年生がたすきをつなぐ名護高校女子駅伝部。明日の九州大会、来月の全国大会と本土の強豪校に挑みます。比嘉さん、一つ一つ目標に向かってね、達成していきたいというようなお話ありましたから ね、コツコツ頑張ってほしいですよね。全国高校駅伝で沖縄県代表は去年、男子は46位、女子は47位の最下位と全国の舞台では低迷しています。名護高校女子駅伝部は夏に兵庫県の名門西脇工業との合同合宿に参加し、全国レベルとの力の差を肌で感じ取ったということです。はい、選手たちは九州大会や全国大会でまずは最下位を脱出し、全国大会では40位に入りたいと話していました。京都都大路での全国高校駅伝は来月24日です。 1,2 年生の、チームなので今年だけでなく、来年にもつなげる走りを見せてほしいと思います。頑張ってください。さて、続いては大相撲九州場所です。九州場所は6日目、中部農林高校出身の千代ノ皇は青朗と対戦しました。右の相四つの両者。右四つになりました。千代の皇が攻めます。左の脇を引いた、寄り切りました。千代の皇の勝ちです。千代の皇は寄り切りで勝ちました。対戦成績は3勝3敗、星を五分に戻しました。続いて週末に行われるプロスポーツの予定です。まずはバスケットボール男子 B リーグの琉球ゴールデンキングス。西地区首位を独走しているキングスは明日あさって沖縄市体育館で中地区2位の名古屋ダイヤモンドドルフィンズと対戦します。現在3連勝中のキングス、ホームで連勝を伸ばせるよう応援しましょう。続いてハンドボール日本リーグの琉球コラソンです。現在9チーム中7位と厳しい戦いが続いているコラソンは明日宮城県で6位のトヨタ自動車東日本と対戦します。折り返しを迎えたリーグ戦、コラソンの巻き返しに期待です。サッカー J3 の FC 琉球、あさって静岡県でアスルクラロ沼津と対戦し、シーズン残り2試合目を迎えます。来シーズンに向けて一つでも多く勝って、いい形で今シーズンを終えられるよう頑張ってもらいましょう。ここまでスポーツでした。名護高校駅伝部ファイト、イエーイ、イエーイ。
続いて週末に行われるイベント情報です。各地の催しをご紹介します。明日浦添市前田にある JICA 沖縄国際センターで沖縄国際協力交流フェスティバル2017が開催されます。会場では世界各国の食が楽しめるコーナーが用意されるほか、各国の民族衣装を披露するファッションショーなどが行われます。またフィナーレでは44カ国から集まった研修員およそ100人による世界の歌と踊りが披露されます。本部町では明日あさって海洋博公園にある美ら海プラザ前で海洋博公園ヤンバルグルメコンクールが開催されます。ヤンバルにある16の店が出店して地元の食材を使った個性豊かな料理やスイーツの中からナンバーワンが決められます。タコスやラーメン、スイーツではプリンやたい焼き、ソフトクリームなどを味わうことができるということです。あさって日曜日、那覇市四季名にある那覇市民体育館では市内の伝統芸能を一度に楽しむ催しが開かれます。女性たちの祈りの歌である首里のクエナやヘラを持って踊るアザ黒馬のウズンビーラといった市の無形民族文化財に指定されている芸能をはじめ各地の伝統の歌や踊りが披露されます。同じくあさって日曜日、ハエバル町総合保健福祉防災センターチムググル館で障害と戦った男の証言と題した講演会が行われます。脳梗塞を発症し左不全麻痺となった県出身者の男性が水中での運動を通して障害を乗り越えた体験談を語ります。パネルディスカッションも行われるということです。週末イベント情報でした。最後はホットスナップです。はい、1枚目見てみましょう、はい、こちらです。はい、名護市からマルチーズさんよりいただきました。ありがとうございま す。昨日もとっくり決まったご紹介したんですけど、はい、名護市でも咲いたようで綺麗なピンク色というふうにいただきました。本当ですね、はい、近所のとっくり決まったの木に綺麗なピンク色の花が咲いています。このピンク色を見ると癒されますというふうにいただきました。本当ですね、気温はどんどん下がってくるんですけれども、うん、ほっこりしますよね。そうですね。へ、鮮やかなピンク色です。はい、ピンクですね。はい、ありがとうございます。ピンクの次は黄色です。ほうほう、ただ県外からいただきました、ね、島崎太郎さん、兵庫に行ったでしょうかね。お出かけしてるね。はい、ありがとうございます。秋は銀杏、はい、素敵な紅葉がたくさんの県外ですが気をつけて銀杏の実を踏むと臭いです。だから臭い秋っていうことですよね。ですよね。はい、だけどこれはあのあれですね、お酒のともにはたまらない、うん、ね、やっぱりそっちですか、うん、金曜日ですか。島崎太郎さんですしね。なるほど。でも一応やっぱり沖縄なかなかね見られないので、ね、うん、いいですね、秋を感じる一枚です。本当ですね、はい、島崎太郎さんありがとうございます。ただ気温が週末はい、日曜日急に下がりますんでね、皆さん行かないように、ね、気をつけたいですね。お気をつけください。来週も6時10分にお会いしましょう。沖縄ホットライン、今夜はこの辺で失礼します。失礼します。失礼します。 And at the same time for Okinawa customers here, you'll be able to enjoy direct services to Singapore and the beautiful tourist attractions in our island nation Singapore. 新加坡ポール便の就航で那覇空港は中国や台湾などアジアの14の都市と結ばれることになりました。アジアの成長を取り込む県の経済戦略にとっても今回の就航は大きな弾みになります。県はおととしシンガポールに事務所を開設し、尾長知事自らが現地の航空会社に協力を求めるなど定期便の就航に力を入れてきました。シンガポールに活動の拠点を構えることができたことは、東南アジアのダイナミズムを取り込むための第一歩を踏み出したと言えます。シンガポールは国民一人当たりの GDP が日本を上回っていて、富裕層の多さも魅力で、観光客が増えることで県内での消費も期待されます。またシンガポールのチャンギ空港はアジア有数のハブ空港として世界のおよそ380の都市と結ばれています。東南アジア各国やオーストラリアからの乗り継ぎ客、それにヨーロッパなどからの観光客の誘致も見込まれます。さらに
アジア有数の金融や貿易物流の拠点といえるシンガポールと直行便で結ばれることで、アジアの成長を取り込む県の経済戦略にとって大きな弾みになります。観光で来た方が沖縄のものに触れて、でそれを例えばシンガポールで食べたいですとか、でまたあのシンガポールで流行ったものっていうのが周辺の国での波及っていうのもありますので、まあ、情報ですとか、まあ、あのものっていうのがシンガポールで、まあ、ショーウィンドウの効果をまた果たしていると。さらにそこを拠点にして、まあ、周辺諸国でオーストラリアでヨーロッパまで、さらにあの観光誘客ですとか沖縄県産品の販路拡大などが進めていけたらなと思ってます。直行便が結ばれたってことなんですけれども、飛行機で乗り継ぎがあると、はい、なかなか途中空港で何時間も、ね、待たされるケースもあるので、はい、まあ、シンガポールに住む人にとってはこう沖縄を観光しようっていうモチベーションが高まるのかなというふうに思いました。でこの那覇と東南アジアの都市とを結ぶ定期航空路線の開設は今年2月のタイのバンコクに続くものです。路線開設後タイからの観光客は9月までの7ヶ月間で1万7000人に上り、前の年の同じ時期の4倍以上となりました。県は直行便の就航でシンガポール人観光県はおととしシンガポールに事務所を開設し、尾長知事自らが現地の航空会社に協力を求めるなど定期便の就航に力を入れてきました。シンガポールに活動の拠点を構えることができたことは、東南アジアのダイナミズムを取り込むための第一歩を踏み出したと言えます。シンガポールは国民一人当たりの GDP が日本を上回っていて、富裕層の多さも魅力で、観光客が増えることで県内での消費も期待されます。またシンガポールのチャンギ空港はアジア有数のハブ空港として世界のおよそ380の都市と結ばれています。東南アジア各国やオーストラリアからの乗り継ぎ客、それにヨーロッパなどからの観光客の誘致も見込まれます。さらにアジア有数の金融や貿易物流の拠点といえるシンガポールと直行便で結ばれることで、アジアの成長を取り込む県の経済戦略にとって大きな弾みになります。観光で来た方が沖縄のものに触れて、でそれを例えばシンガポールで食べたいですとか、でまたあのシンガポールで流行ったものっていうのが周辺の国での波及っていうのもありますので、まあ、情報ですとか、まあ、あのものっていうのがシンガポールで、まあ、ショーウィンドウの効果をまた果たしていると。さらにそこを拠点にして、まあ、周辺諸国でオーストラリアでヨーロッパまで、さらにあの観光誘客ですとか沖縄県産品の販路拡大などが進めていけたらなと思ってます。直行便が結ばれたってことなんですけれども、飛行機で乗り継ぎがあると、はい、なかなか途中空港で何時間も、ね、待たされるケースもあるので、はい、まあ、シンガポールに住む人にとってはこう沖縄を観光しようっていうモチベーションが高まるのかなというふうに思いました。でこの那覇と東南アジアの都市とを結ぶ定期航空路線の開設は今年2月のタイのバンコクに続くものです。路線開設後タイからの観光客は9月までの7ヶ月間で1万7000人に上り、前の年の同じ時期の4倍以上となりました。県は直行便の就航でシンガポール人観光客の増加も大いに期待できるとしています。ここまでホットアイフォーカスでお伝えしました。さてこうした海外からの就航便増えると沖縄の特産品の需要もさらに増えるかもしれません。沖縄の離島で作られた特産品を一堂に集めて展示販売する離島フェアが今日から那覇市で始まり、大勢の人でにぎわっています。この催しは離島の魅力を多くの人に知ってもらい島おこしにつなげようと、毎年伊江村の上空でパラシュートで降下する訓練を行っていたアメリカ空軍の兵士2人が基地を外れて畑と草地に着地し、村はアメリカ軍や沖縄防衛局に対し安全管理を徹底するよう求めました。伊江村によりますと、昨日午後6時半ごろ、軍用機からパラシュートで降下する訓練を行っていたアメリカ空軍の兵士6人のうち、2人が基地を外れてサトウキビ畑と草地にそれぞれ着地しました。着地したところは、
基地施設のフェンスの外にあるアメリカ軍に提供されている土地だったということですが、300メートルほど離れたところには民家があるということです。これを受けてイエソンは今日、副村長らがアメリカ軍や沖縄防衛局の担当者とともに調査を行い、農作物などへの目立った被害は確認されなかったということです。アメリカ軍は副村長らに原因は調査中とした上で、生活道路としても使われている基地の外の滑走路を兵士が着地点として間違えた可能性があると説明したということで、村はアメリカ軍や沖縄防衛局に対し安全管理を徹底するよう求めました。まあ、一歩間違えばマジャ集落も近くにありますから、そういうことで、大きな事故につながりかねないということで、大変遺憾であります。このような事故が二度とないようにですね、また、抗議要請をしてまいりたいというふうに考えております。尾長知事は東京で江崎沖縄北方担当大臣と面会し、来年度平成30年度の沖縄振興予算について概算要求の3190億円を満額確保するよう要請したのに対し、江崎大臣は期待に応えられるよう努力したいと応じました。来年度平成30年度の予算案の編成作業が本格化する中、尾長知事は今日内閣府で江崎沖縄北方担当大臣と面会し、沖縄振興予算に関する要請書を手渡しました。この中では、沖縄の優位性と潜在力を生かし、日本経済の牽引役となるよう施策を展開していきたいとして、概算要求の3190億円の満額確保と、使い道を自治体が自主的に決められる一括交付金を要求額から上積みするよう求めました。大抵当局といろいろ話を詰めながら、はい、ご期待に応えられるよう努力をしてまいりたいと思っております。はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。しました。そこには言えぬ悲しみと怒りが綴られていました。私の一番大事な愛しい一人娘を失って1年余りが過ぎました。いまだに心の整理がつかず、写真や笑顔を思い出すたび、涙があふれ、やるせない気持ちです。娘の笑顔がすべてでした。母の喜びでした。楽しい人生が送れるようにと願ってました。その願いも叶いません。人間の心を持たない殺人者の手で、想像しがたい恐怖に怯え、痛み、苦しみの中でこの世を去りました。悔やみます。悔しいです。悲しすぎます。無念で胸が張り裂ける思いです。また今日は、遺体を解剖した医師が証言しました。被告が行った棒で殴ったり首を絞めたりする暴行について、場合によって死に至ると説明したものの、暴行の状況は解剖から裏付けられなかったと明らかにしました。命をもって償ってください。女性の父親は時折声を震わせながらもはっきりとした口調で訴えました。法廷では父親がこれまでに検察に話した内容も紹介され、娘は明るい性格でニコニコしていました。被告が黙秘を続けて事件の説明をしなければ、娘の魂は成仏できませんという悲痛な思いが伝えられました。女性の母親は自分の意見が読み上げられている間、声を上げて泣いていました。昨日に続いて今日も黙秘を続けた新里被告は、遺族の思いが語られたとき、表情を変えることはありませんでした。裁判は1週間後の来週24日に、検察と弁護側の双方が量刑などについて意見を述べ、判決は来月1日に言い渡される予定です。
昨日、イエソンの上空でパラシュートで降下する訓練を行っていたアメリカ空軍の兵士2人が基地を外れて畑と草地に着地し、ソンはアメリカ軍や沖縄防衛局に対し安全管理を徹底するよう求めました。イエソンによりますと、昨日午後6時半ごろ、走りを見せてほしいと思います。頑張ってください。さあ、続いては大相撲九州場所です。九州場所は6日目、中部農林高校出身の千代ノ皇は青朗と対戦しました。右の相四つの両者、右四つになりました。千代ノ皇が攻めます。左の上手を引いた、寄り切りました。千代ノ皇の勝ちです。千代ノ皇は寄り切りで勝ちました。対戦成績は3勝3敗、星を五分に戻しました。続いて週末に行われるプロスポーツの予定です。まずはバスケットボール男子 B リーグの琉球ゴールデンキングス。西地区首位を独走しているキングスは明日あさって沖縄市体育館で中地区2位の名古屋ダイヤモンドドルフィンズと対戦します。現在3連勝中のキングス、ホームで連勝を伸ばせるよう応援しましょう。続いてハンドボール日本リーグの琉球コラソンです。現在9チーム中7位と厳しい戦いが続いているコラソンは明日宮城県で6位のトヨタ自動車東日本と対戦します。折り返しを迎えたリーグ戦、コラソンの巻き返しに期待です。サッカー J3 の FC 琉球、あさって静岡県でアスルクラロ沼津と対戦し、シーズン残り2試合目を迎えます。来シーズンに向けて一つでも多く勝っていい形で今シーズンを終えられるよう頑張ってもらいましょう。ここまでスポーツでした。名古屋駅伝部ファイト、イエーイ、イエーイ。続いて週末に行われるイベント情報です。各地の催しをご紹介します。明日浦添市前田にある JICA 沖縄国際センターで沖縄国際協力交流フェスティバル2017が開催されます。会場では世界各国の食が楽しめるコーナーが用意されるほか、各国の民族衣装を披露するファッションショーなどが行われます。またフィナーレでは44カ国から集まった研修員およそ100人による世界の歌と踊りが披露されます。本部町では明日あさって海洋博公園にある美ら海プラザ前で海洋博公園ヤンバルグルメコンクールが開催されます。ヤンバルにある16の店が出店して地元の食材を使った個性豊かな料理やスイーツの中から沖縄では8年ぶりの開催となる全九州高校駅伝大会が明日今帰仁村で開かれます。今日取り上げるのはこの大会に出場する名護高校女子駅伝部についてです。今月の県大会で優勝し、来月の全国大会に県代表として出場することが決まっています。全国大会への前哨戦でもある九州大会を前に、駅伝にかける高校生ランナーたちの奮闘を追いました。はい、名護高校女子駅伝部です。部員はわずか8人ですが、今月の県大会で7年ぶり8回目の優勝を飾り、全国大会への切符を手にしました。九州名95、はい、主力メンバーは1、2年生、2位におよそ1分の差をつけての圧勝でした。大舞台への出場を目指し、毎月400キロの走り込みを重ねてきました。
メキメキと実力をつけてきた女子駅伝部。しかし去年4月までのおよそ半年間、活動休止に追い込まれていました。3年生が引退し、部員が一人もいなくなってしまったためです。そこに入学してきたのが、中学駅伝で県大会2連覇を果たした名護中学出身の選手たちでした。全国高校駅伝の晴れ舞台、京都の都大路を目指そうと、同じ高校への進学を決めました。中学校の頃に県大会で優勝して、高校入ってもこのメンバーでまた全国の舞台で戦いたいっていう思いがあったので、高校に入っても駅伝することを決めて、みんなで頑張っています。1日前の調整の練習があって、その前のね、心肺機能にちょっと刺激を与える。去年4月から指導に当たっている荻堂仁監督です。選手たちの才能を伸ばす上で重視して、生活道路としても使われている基地の外の滑走路を兵士が着地点として間違えた可能性があると説明したということで、村はアメリカ軍や沖縄防衛局に対し安全管理を徹底するよう求めました。一歩間違えば、集落も近くにありますから、そういうことで、大きな事故につながりかねないということで、大変遺憾であります。このような事故が二度とないようにですね、また、抗議要請をしてまいりたいというふうに考えております。尾長知事は東京で江崎沖縄北方担当大臣と面会し、来年度平成30年度の沖縄振興予算について概算要求の3190億円を満額確保するよう要請したのに対し、江崎大臣は期待に応えられるよう努力したいと応じました。来年度平成30年度の予算案の編成作業が本格化する中、尾長知事はきょう内閣府で江崎沖縄北方担当大臣と面会し、沖縄振興予算に関する要請書を手渡しました。この中では、沖縄の優位性と潜在力を生かし、日本経済の牽引役となるよう施策を展開していきたいとして、概算要求の3190億円の満額確保と、使い道を自治体が自主的に決められる一括交付金を要求額から上積みするよう求めました。大抵当局とも、いろいろ話を詰めながら、ご期待に応えられるよう努力をしてまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。大臣もいつもそうですけれども、大変沖縄に対する温かい言葉をですね、かけていただいて、それにではいい形での往復の議論がですね、できたかなと思ってます。ホットアイフォーカスです。那覇空港とアジア有数のハブ空港であるシンガポールのチャンギ空港を結ぶ直行便が就航し、今日午前シンガポールから最初の便が到着しました。午前8時、那覇空港にシンガポールからの最初の便が到着しました。格安航空会社ジェットスターアジア航空が開設した那覇とシンガポールのチャンギ空港をおよそ5時間で結ぶ直行便です。到着ロビーに降り立った乗客たちは、出迎えのミス沖縄などから記念品や観光ガイド。音宴は首里城が復元されてから今年で25周年を迎えることや、 NHK 沖縄放送局の前身となる OHK 沖縄放送協会の設立から50年になるのを記念して NHK 沖縄放送局などが開きました。首里城内には特設ステージが設けられ、女性ボーカルグループのネーネーズや中曽根はじめさんなどが沖縄の伝統民謡を披露しました。さらに元ザ・ブームの
宮沢和文さんが登場して島歌を歌い上げると、観客たちは見せられたように聞き、4人の人誰だっけ、ネネズ、ネネズが歌った。大学国語だったんですね、琉大のキャンパスで。その後にできたんですけども、本当にこういう歴史ある場所で、また戦争の時もね、地下は司令部もあって、そういう中での演奏ということで、本当に25周年にふさわしい、取り組みじゃなかったんじゃないかと思います。このライブの模様は来月25日の午後10時から総合テレビで放送します。また国際放送や BS プレミアムでも放送する予定です。国の伝統的工芸品に指定されている首里織の作品を集めた展示会が那覇市で開かれています。この展示会は生産者で作る団体が琉球王国時代から伝わる首里織を知ってもらおうと毎年開いているもので、会場の那覇市文化展物館には50人の職人が作った1400点余りが展示されています。このうち首里かすりの作品には、縦と横の格子状の縞模様の内側にかすり模様を入れる木縞と呼ばれる伝統的な技法が使われています。また琉球王国時代、士族以上の衣装として用いられた首里花織の作品は、両面浮き花織という技法が使われていて、表面は横糸で、裏面は縦糸で美しい模様を立体的に浮かび上がらせています。このほか新作の顆粒子ウェアやネクタイ、ポーチなども展示されているほか、会場では機織の実演も行われています。いろんな技法を、多種多様な技法を駆使して帯とか木尺を作っておりますので、ぜひ皆さんに来ていただきたいなと思っています。展示会はあさってまで那覇市文化展物館で開かれています。年齢を重ねたり妊娠中などに起こることがある尿漏れについて、原因や予防法を学ぶ講座。遺族の思いが語られたとき、表情を変えることはありませんでした。裁判は1週間後の来週24日に、検察と弁護側の双方が量刑などについて意見を述べ、判決は来月1日に言い渡される予定です。昨日、伊江村の上空でパラシュートで降下する訓練を行っていたアメリカ空軍の兵士2人が基地を外れて畑と草地に着地し、村はアメリカ軍や沖縄防衛局に対し安全管理を徹底するよう求めました。伊江村によりますと、昨日午後6時半ごろ、軍用機からパラシュートで降下する訓練を行っていたアメリカ空軍の兵士6人のうち、2人が基地を外れてサトウキビ畑と草地にそれぞれ着地しました。着地したところは基地施設のフェンスの外にあるアメリカ軍に提供されている土地だったということですが、300メートルほど離れたところには民家があるということです。これを受けてイエソンは今日、副村長らがアメリカ軍や沖縄防衛局の担当者とともに調査を行い、農作物などへの目立った被害は確認されなかったということです。アメリカ軍は副村長らに原因は調査中とした上で、生活道路としても使われている基地の外の滑走路を兵士が着地点として間違えた可能性があると説明したということで、村はアメリカ軍や沖縄防衛局に対し安全管理を徹底するよう求めました。まあ、一歩間違えば、まあ、集落も近くにありますから、そういうことで、大きな事故につながりかねないということで、大変遺憾であります。このような事故が二度とないようにですね、また、抗議要請をしてまいりたいというふうに考えております。尾長知事は東京で江崎沖縄北方担当大臣と面会し、来年度平成30年度の沖縄振興予算について概算要求の3190億円を満額確保するよう要請したのに対し、江崎大臣は期待に応えられるよう努力したいと応じました。来年度平成30年度の予算案の編成作業が本格化する中、尾長知事は今日
内閣府で江崎沖縄北方担当大臣と面会し、沖縄振興予算に関する要請書を手渡しました。この中では、沖縄の優位性と潜在力を生かし、日本経済の牽引役となるよう施策を展開していきたいとして、概算要求の3190億円の満額確保と、使い道